株式会社ドワンゴ、専務取締役 COO、ニコニコ運営代表の栗田と申します。これから、ゆっくり茶番劇という文字商標について、ドワンゴがこれから実施する予定のアクションについて、ご説明いたします。ご存知の通り、2022年5月15日にゆっくり茶番劇の商標権を取得したという発表がありました。その方はですね、商標を使用する場合は10万円を請求するとの発表がありました。ネットで非常に大きな話題となりまして、私がニコニコ代表として調査をするというツイートも2万回以上リツイートされておりまして、皆様の関心の高さが伺えるかと思います。その後ですね、当該商標に関しまして法律事務所と協議した上で弊社の見解を5月20日に公表いたしました。弊社の見解は次の通りです。こちらのフリップになります。ゆっくり茶番劇は特許庁に登録されている商標です。しかしその効力は限定されており、ほとんどのゆっくり動画には影響しないと考えます。商標とは自分の商品と他人の商品を区別するための目印です。ですので、インターネット上での映像提供について、投稿者名やチャンネル名、動画タイトル名ではない動画説明文や動画のタグに商標権の効力は及びません。また、投稿者名やチャンネル名、動画タイトルにおいても、ゆっくり実況やゆっくり劇場などゆっくり動画で使われているほとんどの文字列はゆっくり茶番劇とは類似しない文字列であり、当該商標権の効力が及ばないものと考えております。弊社ではゆっくり動画で使われている360種類の文字列を調査しまして、362種は明確に類似しない文字列であり、残る3種についても商標権が類似であると主張する可能性はあるものの、弊社としては類似しない文字列だと考えるとの見解に達しました。さらに、ゆっくり茶番劇場という文字列についても、動画のジャンルやカテゴリーとして使用する場合には当該商標権の効力が及ばないところだと考えております。以上の通り、ゆっくり茶番劇が商標登録されたとしても、ほとんどの投稿動画については影響がなく、これまで通りに動画を投稿いただいても問題がないと考えております。しかし、これだけでは十分に安心して創作できる状態ではないとも考えております。今回の問題で商標権を取得したとされる方は、商標を用いても使用料の請求を行わないとツイッター上で発言されておりますが、当該商標権は保持されたままであり、いつでも全言撤回ができる状態が続いております。また、商標権者になりすました悪意を持った第三者が動画投稿者に金銭を請求するような事態も考えられます。ゆっくり動画を制作している動画投稿者の方はですね、非常にお若い方も多く、例えば中学生ながら人気クリエイターとなっている方もいらっしゃいます。商標権者になりすました方が1万人のクリエイターに対してメールをすれば、金銭を要求するなどのメールを行えばですね、不安や恐怖を感じたり、争い事を苦手とする方が、法律上は支払う義務がない場合でも金銭を支払ってしまうかもしれません。コミュニティが築き上げてきた名称が商標登録されることによって、クリエイターが安心して動画を創作できる環境が害されてしまっている現状を、弊社は大変残念に感じております。そこでドワンゴは本問題に関して4つのアクションを行います。まず、当該商標の商標権者に対して商標権の放棄交渉を行います。もし放棄に応じていただけなかった場合には、ゆっくり茶番劇という商標登録に対して無効審判請求をいたします。弊社としましては、ゆっくり茶番劇という言葉は小説におけるライトノベルやテレビ番組における連続ドラマと同じように、インターネット上の動画のジャンルを表す言葉であって、特定の作品の出所を示す商標ではないと考えております。実際にゆっくり茶番劇という言葉を含む動画は2011年からニコニコに投稿されており、その後もさまざまなクリエイターによってさまざまな作品が発表され続けています。インターネット上には200万再生を超える動画もあり、特定個人や企業の特定の作品の出所を指し示す単語ではないと考えております。次に、ゆっくり茶番劇の商標侵害相談窓口を開設いたします。冒頭に申し上げた通り、当該商標権は現在のところ権利放棄されていないと認識しています。そのため今後商標使用料が請求されてしまう可能性が残っております。そこで本件に関して動画を投稿したことによって実際に商標の使用料や損害賠償の請求が届いてしまった方に向けた無償の相談窓口を開設いたします。請求書の内容に応じて警察や法律事務所など適切な窓口の紹介を行います。最後にゆっくり系動画においてジャンルカテゴリーを示す表示として広く使われているゆっくり関係の複数の文字列を対象としまして商標登録の出願を行います。誤解いただきたくないのですが、ドワンゴが権利行使をするために出願するわけではございません。もしインターネットを利用して行う映像の提供においてジャンルカテゴリーを示す表示として一般的に使用されていることを理由に特許庁が商標登録を拒絶すれば誰も商標登録できないことが明らかになります。一方、その文字列について商標登録がなされてしまった場合においても取得したゆっくり関連の商標権について弊社は将来にわたって一切の権利行使をしないことをここでお約束いたします。以上の取り組みはドワンゴとしてもネットクリエイターを守るために行うものであり、東宝プロジェクト原作者のズンさんにもご承知いただいております。詳細についてはプレスリリースや弊社ウェブサイトをご確認ください。ゆっくり動画は10年以上の歴史と80万本以上の作品数を誇る巨大な文化圏です。コミュニティが築き上げてきた名称が商標登録されることによってクリエイターが安心して動画を創作できる環境が害されてしまっているという現状を弊社は大変残念に感じて憂慮しております。弊社は今後とも関係各所と連携を図りながら全ての方々が安心して創作活動を楽しめる環境を守っていきたいと考えております。説明は以上になります。まず今回においてはですね、非常にスピード感が重要だと感じておりまして、弊社、この問題が起こりましてから1週間以内に、こちらの検討を、見解を示しまして、1週間ちょっと経ったところで記者会見をやらせていただいているんですが、おそらく他の会社さんと協議していたらこのスピード感では対応できなかったと思います。もちろん、ズンさんの関係している、各社さんですとか法律事務所さんですとか、そういったところとは連携しておりますけれども、他の、動画プラットフォームの会社さんとまではそこまでやれておりません。ただ、もちろんこれはネットクリエイター全体の問題ですので、我々としては当然門戸は常に開いておりますので、一緒に、検討していきたいという、会社がおられましたらお声掛けいただければ対応することを考えております。ジャンルカテゴリーを示す表示として、広く使われているっていうところから全体のその共用性が高いというか、基地で皆さんが普通に使われているものなので、そこの使用に関しては、商標権の対象にはならないというふうに考えているということですね。確かな情報ではありませんが、先方が、商標を放棄するというような情報もツイッター上で入っておりますので、もちろん事実確認が必要なんですけれども、そういう意思が先方にあるのであれば、まずそこから行うというのが、なんでしょうね、穏便というか、非常に平和的解決に至るのではないかというところと、それと合わせて先ほど、ゆっくり関連の商標を別途申請するという話をしましたので、そことの合わせての見解になります。ご自身の権利だというものであればご自身で取ればいいと思うんですけども、そうでない場合は第三者の個人なり法人が取るっていうパターンしかありませんので、そうすると、弊社が取るか他の方が取られるかっていう話に、どうしてもなってしまいますので、弊社のように、プラットフォームとして、責任が非常に世の中に対して、ある会社であり、かつその、レピュテーションリスクを持っておりますので、当然も弊社側がその、使わないということで権利を取得したのに実際に、こちらその商的に使った場合というのは、世の中的に非常に大きなリスクを負いますし、当然関係会社の、株価にも影響が出ますので、そういった会社であるということで皆さんに信用していただくっていうところが、今のところでは最前提かなと思っております。どうしてもその関係各社と話をしてするというのも一つの方法だとは思うんですけれども、やはりいろんな考えの方がたくさん集まっているところでの決定っていうのはスピードも落ちますし、なかなか調整も大変ですので、まずは我々がその先例を作っていく中で、その中で何かみんなでやっていきましょうという機運が生まれて、そちらの方に移していけるのならば、そういった方向も模索したいと思いますけれども、今の現在ではこれがベストではないかなと考えております。一例としては弊社投げ銭という商標を実際登録しておりまして、こちらも公式に我々がこちらを商標利用するために取ったのではないということを公言してるんですけれども、そういった形でそのネット上でもうすでに皆が公共のものとなっていて、誰かがその商標を主張するっていうのが非常に全体のリスクになるっていうものに関しての実例ではあるので、そういった投げ銭で1回やってることをゆっくりでも同じようにやっていこうというところでの実例にはなっております。